大国王は、タイの元首である。憲法によればその地位は、尊敬し崇拝すべき地位として、人民の最高点に立つ人物とされており、大軍の総帥として、軍隊の中で、最高の階級が与えられ、仏教徒でありかつ、宗教の保護者として、宗教界の頂点に立つとされている。一般のタイ国民との大きな違いとして、 国王はその行為に関して、無党籍、何人も問い詰めたり告訴することはできない地位にある。また、物歴2499年刑法の112条によって、国王に対する侮辱には罰則が与えられており、国王は特権的な位置づけがなされている。中、以下の文章の括弧内は元になった法律や条項を、指す。括弧の中に法律名がない場合、 物歴2540年太陽国憲法を指すと、する。無視できない国王の役割として、サリッと政権移行頻繁に見られるようになった、事前活動、天才による、被災地の慰門、学芸支援、軍や警察の慰門などがある。これは、民衆との触れ合いによって、国王自体の支持基盤を民衆に植え付け、前述したような権力の源泉としての国王を、 強化する目的があると考えられる。また国王には、サイアムセメントなどの企業を有し、すでに財閥化したと言える王室財産局のリーダーでもあり、企業人という性格も併せ持っている。王位継承者は、物歴2467年王室天般に基づくところによって、国王の意思で決定することができる。 国王が生前に王位継承者を任命していない場合は、数密院が国会に王位継承者を示すことができる。その間は、摂政が国王を代理する。なお、実際には王位継承者は、現在のところ、モムチャオ以上の王族から選ばれることになっている。物歴2540年太陽国憲法にて、元首にておわしまします国王とある。 아리가. ありが...